いや俺この間でもおもろい話聞いたわ。もう昔の政治の悪い話。何話ですか？レイジとあのメッセンジャーのパラちゃんがいつか政治殺したろ言うてたら話何したんやあいつって。おはようございます。もう見たやん。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。女優さんですか？はい。聞いてない宮古島でジュニア俺にはお宅に宮古島ってた。さあ、どこ？こんなの乗るの初めて。どうぞお乗りください。あの静かでいいですよ。何これ、噂には聞いてた。はい、政治のトゥクトゥク。トゥクトゥク。これが、はい、これトゥクトゥク。で俺もあの手持ちの持ってきたから、あの自分で買ったやつ。あ、それ。そう。今チャンネルカメラ。今チャンネルあのゲーム配信ってあるやつですか？え、ゲーム配信ってあのあれな、いろいろやってるで。気が向いた時に撮る。料理も。お料理やったり、はいはい。お肉買いに行ったり、これロケ自分でこれで出たことある。そうなの？そうやね。トゥクトゥクもいいでしょ。あのほんまのタイのトゥクトゥクは乗ったことあるな。あーはーはーはー。あれでもうるさいじゃないですか。これちょうどロケとかするのに。あ、そうなんや。あのエンジン音もせえへんし。確かにうるさいイメージあったな。はい、インタビューマン山下に教えたの。うまいっすよね。山下こんなあのピザの配達みたいなの乗ってる。まだ乗ってるんですか、あいつ。あれ乗ってた。まだ乗ってた。え、あいつうどん屋ものすごくうまいこと言ってるんでしょ。うどん屋もだあの大成功やん。すごいらしいっすね。やっぱバイアウトしたんや。はい。ほんでなんか顧問料かなんかもらってるでしょ。顧問料もらったし、そのバイアウトしたからもう何億もう全部売ったんやん。はあ、はあ、育てて成功したなってこと一挙に。すごい。やっぱ会社売ったら儲かるいう聞いたけど、ほんまやな。だからもうあの金入ったから、はい、好きな仕事しかしない宣言したから。やったな、あいつ。やったやろ。ルミネで大山秀夫が叫んでたもん。逆転されたって。逆転された山下に。秀夫と会うことあります？いや俺はもうルミネの出番は月1あるから。あ、大体 それで。うん。マクド食べて。え？マクド。いやいやいや、あのルミネの食堂のランチ出前してみんなで。ああなるほど。楽屋で食うてるわ。そうか。ひよってるやついる？今日はトゥクトゥクですけど、普通に街ブラロケとかも初めてなんで。何が今日？今日 お兄さんとロケするのが俺。ああ、いやなんでやねん、お前九州来たやんけ番組。いやお兄さん、あれ飯食いに行っただけですよ。あ、そうか、お前たまたまおっただけ。そう、僕がたまたま九州で飛行機飛ばずに足止めくれたから。あ、そうか。はい。今でも覚えてるけど、あの時にめちゃくちゃええ毛皮着とったでしょ。毛皮ちゃうちゃう、フェイクファイ。フェイクファイ。でもええの着とったでしょ。うん、フェイクファーな。フェイクファーで。ヨーロッパ。サンローランのフェイクファー。今も来ているで。サンローランのフェイクファーみたいな。むちゃくちゃ2枚目のビジュアル系バンドの着るやつじゃないですか、それ。いや、ほんまやで。いや、ほんまそうやで。あんな好きやったら俺、80年代の洋楽好きやろ。ああ、なるほど。元リクルートとかそっち系の。ああ、なるほど。どっちか言ったら、いやもう言うたら UK やな。 UK、ユランユランや。あ、そっちか。なんや。あ、なるほど。いつまで経っても体型変わりませんね。え、体型が変わりません。いやでもあの20キロ増えたで俺。あ、それでも体鍛えてるでしょ。うん、運動してな。筋肉つけて20キロ近く増えたな。はいはいはい。まあ、まあ、筋肉はねあんまり良くはないやろけどね。あの体重計、あ、20キロは言い過ぎか、15キロかな。ああ、55、6キロやったからな。身長変わらんし、なんやったら縮んでるしな。もう縮む年になりました。縮む年になった。マジで縮むんやな。いやでもみんな現役バリバリで仕事してやるからやっぱすごいよね。すごいな。いや俺ももう楽したで入ってんよな。これやったら楽して楽しく、はいはい、もしかしたらお金儲けできんのかなって入ったからな。ほんまはお兄さんももう楽しよう思ったらできますやん。楽しよう思ったらというか、なんやろ、例えばあの田舎暮らしとか、はいはいはい、あでのんびりみたいな。のんびり仕事もちょっと減らして。でももうそれができなくなってるでしょ。
まあでも、あのあれやな、前はもう、生涯ずっとお友達だけどな。あえ、ちょっとそれもなくなりました、生涯ずっとっていうのは。いやもうそこまで仕事ないやろうと思って。あでも僕らなんか見てたらもう完全に兄さんとかもうワークジャンキーやなと思いますもんね。あまあやっぱ仕事に飢えてたからな。やることに飢えてたからな、もう10代から。うん、やりたいことないやろ、で夜間高校やろ、うん、でバイトも半日で辞めたり3日で辞めたりやろ、はい、1年続いたバイトが1個ぐらいしかない。15ぐらいから働いて、15から19歳まで、まあ、一番続いたんで1年弱ぐらい。どうなんねん、お前この仕事だけやで、お前36年続いた。あ唯一やからな。なるほど。やりたいことないわっていうのがもう一番辛いから、やっぱりね、やりたいこと見つかったら集中して一気に。集中というよりはもう楽しいだけやわ。ああなるほど。自分がやりたいことやから。テレビ出たかったし。はいはいはい。なあ、はい、テレビ出たかった。吉本入ったら今度は舞台立ちたい思うやん。はい、舞台立たしてもうてるし。いやそうか。おそうか、お兄ちゃんまだ舞台も普通に出てあるもんね。うん、やっぱ好きやもん。出がやっぱり舞台やから。あそうですね。伝説の一日見て、やっぱダウンタウンさんとか見てもらったら、やっぱ舞台、ね、まあ、テレビのすごいカリスマやけど、やっぱ舞台の人やな、もう多分な。あれほんま吉本独特ですよね。この間の110年なんか結構他の他事務所の人も勝ってみたりとかしてはったから、なんか広がったやろにな、いろんな事務所で。面白いと思うで、ああいう機会で一堂に会したらさ。で吉本って昔からな、映画祭とかなんか知らん集まりがなんかあって結局泊まった先で普段個人的に誘いやつと飯食うたりするやん、はい、ああいうの好きやねんな。映画祭の時カナダとかあっちゃんとかあの飯行ったもんな。あ根っからそういうことが好きなんですね。まあ好きやな、やっぱり。小学校の時にあの近鉄百貨店にあの吉本の、はい、今でいう営業な、はい、あれ毎日見に行ってたもん。へのど自慢の八方師匠司会ののど自慢出たもん。泳げたい焼き食うとたもん。レコード作ってくれて、その場でレコード吸って帰りにくれんねん、のど自慢出た人。へえ。ほんで俺友達と出たもんな。俺はあの地元福知山ってすごい田舎やったんで、ああそんなのあんまそのしょっちゅう見る機会はなかったんですけど、 そのまとまって、ああ、5組ぐらいの方々がこう来られると、吉本の芸人が営業で、ああそれであの乗尾義雄師匠がそのメンツに入ってて、ああ俺大好きやったから。俺も一番好きなノリヨシオやったんや。もう好きで好きで。ほんであの当時その体育館みたいなとこがあって、うん、そこが劇場で、うん、お金なかったから会場行けなかったんで、前日に柔道の体験受けます言うて、はい、忍び込んで会場に前日にほんであの裏口とかの鍵全部開けといて、これどっか鍵閉め忘れるはずや言うて。まあ、案の定スラム街の少年や。案の定締め忘れてるとこあって。なるほどな。そっから忍び込んで乗り越しを見た覚えてんな。ひよってるやついる。俺いまだに鮮明に覚えてますもん。まだ NSC の頃、多分 NSC が NSC 出たての頃に、もうやめましたけど、あの安藤ワニとか、バファロゴローもいたんですけど、南の、大阪の南の、ヤンヤンっていう、ヤンヤン、はい、2000円か2500円で、飲み放題、歌い放題みたいな、そういう、まだ知らんカラオケボックスにができる前の、そういうパブというか、まあ歌って飲める、騒げるところで、俺らが飲んでたら、お兄ちゃん乗り込んできたんですよ。ヤンヤン、ヤンヤンっていうところに、なんかしたけど、
吉本の若手のやつらが飲んでるって聞いた言うて、知らん、全く覚えてない。このえってことで今田耕司やってなって、全く覚えてないな。ほんで兄さん金だけ払って帰っていって、びっくりした俺。えお金だけね、全員分払って帰っていったんです。だろう、ああやっぱ覚えてない。芸人ってそういうことなんやいうのが僕は初めてなんですよ。ほらもう東京ももうバリバリ行ってる時やな。いやでも違います、そんな時期じゃないです。多分あの新喜劇のやめよっかなキャンペーンが、ま、始まるか始まらないかの公演だと思います。ほんならまだ2年3年目ぐらいか、はい、うわー大した金もないのに頑張ったな俺。いやでも工事少年、でも工事少年頑張ったやん。工事少年その時人数何人かで来るか分かりますけど、工事少年一人で来た。一人で来た、はい、なんやろな。今でこそ後輩いっぱいあるけど、当時東鳥居とかやからな、遊び相手が。ああ。遊ぶのがキムとか。はいはいはい、はい。今日はどうもすいません。いやいやいや、こんなまさかの俺、あの政治からのあのコラボどうですかっていう。でももう筋肉ジュニア以来の、はい、あれやな、3人目やわコラボ。なんでこうお願いしてたかというと、俺正直一番緊張する先輩なんですよ。ああ、今田さんが。確かにそれは言われるな。千原兄弟は言うな。いやほんまに、それでちょっとこのなんていうの、お兄さんに対するこう距離を縮めるというか、もう知り合って20何年経ちますけど、そろそろ慣れていこうかなみたいな。そんなお前緊張してるあれ感じせえへんやんけ。いやいや、でもむっちゃしてるんですよマジで。マジかよ、全然そんな感じせえへんぞ。いや俺この間でもおもろい話聞いたわ。もう昔の政治の悪い話。何話か？政治とあのメッセンジャーのパラちゃんがいつか政治殺したろ言ってたら、どういうこと？何したんやあいつって。先輩殺したろって言う、よっぽどやなと思って。何したんや。悪かってんなお前。だからあのなんか狂ってる時期があったんでしょうね、おそらく。たまに聞くんすよ。せやねんな、はい、あんねんな。だからもう時期的にやっぱそれが大人になってやった方は忘れてますけど、いやほんまほんまやられた方はひどかったんですよ。あの何やったっけ、わちゃちゃテレビとかその辺の、はい、すんげえベストテンとかやってる時代やさわ。もうこいつかこうしたの政治。ジュニアちゃうね、政治殺したんだ。政治の方みたいな。ジュニアの方がほらジャックナイフ時代のとんがってるイメージあったからやな、はいはい、人間としてダメな部分がジュニアは前に出るタイプやったんでしょうね。だから画面通しても何となく分かるよ。なんかこう挨拶せえへんとか、はい、あのブスッとしてるとか、はい、若い時な。俺は陰の方やから殺したるとかまでなるんでしょうね。あの本番終わって裏入ってからやもんな、お前悪いの。だから人間として最低ですからね、それ。最低ですよこれ。ほんまやで、お前海外行くなお前。なそれはええやん別に。海外行くなお前、日本のそんな。ほんまに日本の初だらし。日本の初だらし。ひよってるやついる？ひどいこといっぱいしたよ。いやだから俺もやっぱこうもうめちゃくちゃ緊張するってやっぱあの岡村でも言うしね、はい、ないないとかでも俺が一番怖いっていう、うん、何したじゃない、もう雰囲気やろな、もうバチバチやったんやろな、うん、俺が東京出てきた頃27歳ぐらいの時、うん、に松見坂で、うん、どこ飲みに行くなんて、うん、わちゃわちゃ喋ってたんですね、と5、6人でどこ飲みに行こうかって飯食い終わった後、あそこに兄さん当時からマセラティ乗ってたでしょ。ああ乗ってた、ずっとずっとマセラティ。だってお前ゴッツのドッキリで俺は CM 来たよ、ドッキリでマセラティ買おう言うてたんやもん。これマセラティ買えろ言うてたらドッキリやってどんだけショックやったかっていうマセラティやから思い入れがちゃうんだよ。だからもうそれの時もマセラティバーンって、うん、夜ですよ、うん、車止めてビーってウィンドウ開けて、うん、お前遊んでる前ちゃうぞ言うてウィーンって去っていたで今の今田さんやった言うて、何やの遊んでる前ちゃうぞっていう。いやでも結果、うん、やっぱ遊んでる前ちごたんですよ。 あの時に遊ばずにきちっとやってたらこんなことなってないんですよ。いやこんなことってお前ちゃんとなってるやない。いやでもほんまに。いやでもな、多分それあの千原兄弟は若い時から知ってるから、はい、多分な
全部冗談でやってると思うね。あのほんまに怒ってんじゃなくて、それやったらちょっとその当たり強すぎるわ、ミニコントロンで政治は当たり強でも大丈夫やっていうのが多分俺の中ではあんねん。ジュニアも一回三浦と車乗ってて、あジュニアの車やって、で今問題になってるやん煽り運転、はいはい、あれ前昔したもん、後ろからブー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 って流して、でこれジュニア俺やって知らんから、これジャックナイフやから東京来たばっかりや、ブー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 って流して、で横行った時に何さらすんじゃこらってキレられて、今ちゃんでしたって人笑い衝動で、でブー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 ってブーって鳴らして、パパパパってパッシングして、当時ほんでこれ怒ってるでって横ついたら一切こっち見えない、おばちゃんくらいかやねん三浦と二人前ずーっと向いて無邪気が過ぎるでそれで開けてジュニア俺や俺や言ってんのに窓一切開けへんから俺俺俺っつって、痛い先輩無邪気が激痛いや、まあ、これはもういまだにもうあの千原兄弟にはなんか距離詰めたから、ちょっともしかしたら一番緊張する先輩なのかもわからない。だから距離の詰め方がな、やっぱりこうあの東野によう怒られるもん、グイッていう、はい、あのこの線でまず様子見なあかんのをバーンって入ってしまうねん。でそれを最近勉強したわけや、ジュニアと対談した時も言ったけど、もう俺激痛やからな、もうほんまこの吉本でいろいろ教えてもらってあ確かにせやで、いや僕もそりゃそうです、吉本なかったら、いや特にな、まあ、我々入った時は本当やろ、はい、なかったらもうどんな人間として世の中に放たれてたんやろ思ったら、もうゾッとしますもう恐ろしい、いやもう僕ももうひよってるやついる、いやでもほんまにでもこういう風に喋れるとはもう全く思ってなかったから、お兄さんとそう若い時か、若い時もう食事も3度ぐらいしか一緒ご一緒させてもらってないんですけど、どういう先輩と接点あるかも分かればの政治いつも後輩とおる感じ、あのすっごい俺あの独占欲が強いというか、なんであの吉本のブサイクってみんなそうやねんやろな本郷さんもルミネの香港班の子に聞いたら、あの食事は外出たらあかんみたいな、みんなで楽屋で食べろって楽屋おれみたいなんで、あの軟禁されるみたいな独占欲それすごいな、なんでやそれでもあの吉本不細工芸人稲ちゃんにも聞いてみようかなそれで独占欲ってことで支配欲やと思う独占欲とは違うと思う、いや多分芸人中のっていうそのみんな最近ね各家族じゃないけど、はい、バラバラやんか、楽屋にもおれへん、なんかちょっと出てすぐみんなゲームするみたいな、はいはい、だからもうそのお前こういうとこで喋って飯食うてやっていう新喜劇が好きやったから香港さんも、うん、新喜劇みんなあの NGK とかでもみんなであの出前取って飯食うてっていう、はあはあ、まあもちろんたまにな外出るとこもあったけど、はい、ちょっとあの香港はより厳しなってるらしいそれ大変大変やな大変やで、であの香港飯誰やねん言うたら矢部太郎とかやもう捕虜やんけもうあの体型もう捕虜やん何やねん特選欲ってだから他のやつと遊んだら嫌なん、いやいやいやというもうあの、うん、先輩とかが、なんか、俺以外の人を話したりするのがすごい嫌やったりするんですよ何やねん例えば僕が、うん、あの好きな先輩出て、うん、飯とか一緒に行きたいなと思ったら、うん、行くんだけどその先輩が他の後輩の話したりするのがすごい、ああ政治だけを見てほしいねそっちかいその話聞くのまた本郷さんとちゃうんや、いやいやな、いやそいつの話聞くの嫌やな、またそいつのおもろい話とか聞くのがあいつおもろかったこんなんで、ちょっと嫌やなこの話聞いたこともないわそんなそれがあるんですよ、先輩と飯食いに行ってあいつおもろいなあれなって言われるのがすっごい嫌なんです、なんでやねん、ものすごく傷つくんですよ、傷はつけへんやんか、あ確かにとか、いやでも僕はこうですけどねとかいろいろあるやんか会話いやするんですけど
傷つくんです。お前女子おじやな。意外と女子おじやないか。ちょっと嫌やな。なんで私以外の人褒めんのみたいな。あの子可愛いよなみたいな片思いしてるあれやんけ。なんで私以外の女の子そんな傷つくやんけ。私といるやん今っていうことや。まあ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 兄さん僕といますやんっていうこと。気持ち悪い。女子おじ。女子おじ。女子おじで。